今日から俺は YouTuber、王子工業、ボクシング部、出身元首相、山崎元気。今日は、サンスポート、オーソックスの、リードに対して、ストレートを打ち込むっていうのをやっていくんですけど、まず、僕はサンスポーで、リギ君が、オーソックスでやらせていただきます。まずリードを、触るリードを作っていくことを、まず一つなんですけど、リードをついて相手のリードのタイミングを読む。タイミングを読んで、この相手のリードが来た瞬間に顔を1個分外すんですけど、よくあるのが重心を前に乗せて外すっていうやり方があるんですけど、これはちょっと前に乗りすぎて次返しの時に体を持ってこないといけないというリスクがあるので、僕がおすすめしているのはこのストレートに対して顔を一個も外すんですけど、あっち向いてホイをしてほしいんですね。あっち向いてホイっていうのは右側、オーソックス前は左側なんですけど、あっち向いてホイ、こうすることによって前に重心が行きづらくなるので、フック持ってくる際も体を戻さなくていいっていうのがあります。はい、じゃあ、実際にやっていきます。リードをこうついてて、はい、2回目で打つので外してもらっていいですか。はい、はい、こんな感じで、条件でやっていくと、実践でやると身についてくるので、皆さん練習でやってみてください。ご視聴ありがとうございました。矢さん、もっと強く上まで、上まで。和田君、ガードマンすんの。あそこは和田君、ヘッドスリップで避けたいな。いやー、聞いてる。ダブル、ダブル。聞いてる。最高で、最高で。山田さん、もっと下で。最高で。頑張れ。あっ、何行くんだ。ナイス。ナイス。Thank you.